ここはキャッチャー田村がブロック後ろに反らせば、ブラッシュも今日はなかなかこのボール止まります。インコース来いという田村、インコース行きました、ランナースタート、バックホームは間に合うか、タッチはどうか、小深田を刺しました、ダブルスチール狙ってきました楽天ですが、うまくロッテが防いでいます。三遊間抜いた、さあここは勝負かけてくる、回ってくる回ってくる、バックホームされる、ボールはどうだ、帰ってきた、タッチはアウト、いいボールが帰ってきました、うまくいくと思うんですよね、はい、バントフライになったキャッチャー、ボールを取ったか、取ったランナー飛び出している、回が戻れません、これで2アウト、ランナーは一塁と変わります。田村がダイレクトボールを取って、もう回はスタート、